はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回はこちら、じゃん、はい、ドラゴンボール GT からスーパーサイジン4孫悟空、はい、それのね、新シリーズですかね、超人ギガ、はい、まあ超獣ギガをね、もじった感じですね、はい、超人ギガ、はい、そちらのこのスーパーサイジン4悟空、はい、こちらが、出ましたね、はい、はい、どんな感じなのかね、ちょっと気になったんで、購入してみました、はい、ではね、早速、開封して、袋の状態見ていきましょう。はい、袋の状態見ていきましょう。こちら、はい、まずは普通に台座ですね、はい、に支柱があります。で、尻尾は別パーツ、はい、で、本体は、もうすでに胴体とつながっている状態ですね、はい、では早速組み立てちゃいます。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。こちら、はい、どうですか、この角度なんてすっごいかっこいいね。この角度がすごいかっこいいだけに、角度によってはちょっとあんまりっていう感じはありますけどね。まあ角度重視なフィギュアって言えば分かりやすいかもしれない。やっぱどうしてもね、角度によってはっていうね。躍動感はまあありますよね、やっぱり。やっぱその超獣ギガみたいなのを押してるだけあって、こういう感じでなんか、汚しっていうんですか、ウェザリングっていうんですかね、ちょっと炭っぽいのを入れたりしてるっていう感じですかね、うん、炭感を出してるみたいな。シャドウとも違った感じなんだよね。上半身に至ってはまあ肌の部分はもう成型色ですね。これは腕とかの毛の部分はどうなんだろう、これ成型色なのか、まあ若干ちょっとこういう陰影があるんでね、どうなんだろう。顔もね、よくできてますね。スーパーサイヤ人4の感じがちゃんと出てます。まあ自分のね、紹介動画では久々のプライズ景品なんですけどね、この角度が一番かっこいいね、これは角度限定で見たらめちゃくちゃいいスーパーサイジン4の悟空のフィギュアだと思いますね、今から突っ込む感がね、よくできて出て、すごい躍動感が、プライズとしてみたら本当いいと思いますね、これはね、はい、で台座とくっつけると外れると、はい、という感じでね、
今回は、久々のプライズ景品を紹介させていただきました。はい、まあ新しいシリーズですね、超人ギガ。はい、いやなかなか面白い試みですね。うん、ということでね、まあいつも通り、回転台座で、回しながらねお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。